はい、どうもショーリーです。今回ですけども、こちら、なんだと思います？秋みくじっていうね、おみくじです、これ。千枚、はい。で、これね、どこで入手したかというと、とある神社さんから箱ごと購入させてもらいました。1枚100円で10万円分買ってきたんですけど、今回やりたいことは、おみくじの大吉とかの確率を調べてみようかなと思ってます。まあ、これ開けたら、こんな感じで、初詣とかね、行った時に引くおみくじが大量入ってるんですよ。で、これの大吉の確率って何パーセントなのか。これちょっと気になった人いると思うんですよね。大吉とか色々あるじゃないですか、中吉とか。それの比率、大吉は果たして何回に1回引けるのか。どれぐらいの運がいいことなのか。もしかしたら別に4個に1個大吉かもしれないですからね。だったら別に大して運いいってならないでしょっていう。っていうところの確率を今回調べてみようかなと思って、これ全部開封して、大吉が何枚あるのか、中吉が何枚あるのか、吉が何枚あるのかっていうのを調査していこうかと思います。では、やっていきましょうか。おー、いいですね。チャールもんな。順番にね、見かせてもらいます。一発目、大吉来い。ドドドン、半吉。え、なんやこれ。28番、半吉来ましたね。そんなんある？半吉はこれどのラインなんか分からんけど、半分吉ってことだから、吉の上なんか下なんかいまいち分からんな、これ。半吉、まあ、よくはないでしょうね、そんなに。半吉なんでね。ちなみにこれ今日は入ってないらしいんですよ。一応だから一番下が、もしかしたら半吉が一番下かもしれないですね。じゃあお次いきます。ドドン、吉。おお、まあ、これは多分真ん中らへんの勝負なんかな。おそらく半吉よりいいと思うんですよ、多分。吉の方、半吉って吉が半分ってことやから、多分あんまよくないな。いきます。ドドン、お、吉。おー、連続で吉でき出ましたね。ドドドン、吉。あ、まだ同じやん。27番、一緒やん。これ入っとるの、おみくじの全てが分かりますよ今回。謎が解けますよ。ドン、もう一緒、また一緒。27番吉。これこの束はほぼそうだから。吉なんじゃん。いやでも半吉があったから。でも2728ってことは、多分この辺りのやつが全部固まっとるっていうことなのかな。多分おみくじ屋さんの時はこれ全部ごちゃ混ぜにするやろな、ぽいな。だどっかに大吉ゾーンがあるんじゃない、この中の。ここはじゃあもう吉ゾーン可能性高いな。一応全部見ていきますけど、はい。あー、もう27番吉。あー、じゃあ吉か。もうずーっと一緒ですね、吉ばっかり。はい、吉同じ。あ、一緒ですね、ずーっと一緒やな、これ。いきましょう。ドン、吉。もう一緒ですね。一緒ですね、吉。はい、吉。はい、吉。お、え、はい、半吉来ましたよ。はい、吉。半吉は数が少ないかな、レア度高いと。うん、吉はやっぱ一番間やからさ、無難なところから一番多くしやるかもな。はい、吉。こん中に1個だけ大吉があったらヤバくない？確かに、ほんまにその感じだったらないと思うけどな。ほら、吉。こんなにおみくじ巡る日来るとは思わなかったな。はい、吉。はい、吉。まあ、これリクエストで来てたんですよね、結構前に。おみくじの確率調べてほしいっていう。はい、お、半吉。あ、ほんまに半吉や。28番ね。やっぱここ27番と28番しかないっぽいですね。はい、お、半吉来ました。まだ連続、半吉連続で。はい、吉。吉。はい、吉。はい、来い、半吉。はい、吉。大吉音みたいな、そうなってくると。ほい、吉。吉ばっかり。これ何個入ってたのか分からんけど、ちょっと数えてみようかな。25個中20個吉で5個が半吉という感じでしたね。とりあえずワンセットみたいな。何かな。ドン、45番、吉。また若干変わってますね、多分文字が変わってるんでしょうね、うん、若干変わってます。また同じの来たな。ドン、お、末吉。あ、これ多分一番悪いですじゃん、末吉は。今日がないと多分末吉が多分一番下だと思うんですよ。41番、末吉出ましたね。ドン、45番、吉。あー、初めてですね。さあ、いきます。ドン、45番、吉。これ吉と末吉が出てこないパターンかな。ほい、45吉。ドン、45吉。はい、吉やっぱ吉や。ワンセット20個絶対吉が入っとんじゃん。で、5個大吉違うのが入っとんみたいな。やとしたら吉めっちゃ多いな。多すぎるけど、まあ、それはちょっとまだ分からんけど、その辺も調べていきたいな。吉、やっぱ吉めっちゃ多いぞ。一番まあ無難にみんなが嫌じゃないというか、嫌な気持ちにならへんから、最低限みたいな。最低限、あ、よかったな、吉はよかったなって思えるところがなんでしょうね。吉、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 吉。全部吉だね、ここ。やっぱ20個吉っぽいな、これ。お、末吉ね。末吉ここ出たから多分あと全部吉やな、やっぱな。当たっとんじゃん俺の読み、やっぱり。法則悪いんや、やっぱ吉20個でプラスなんか違うの5個っていう法則。あっとるっぽいな、これ。あ、やっぱあっとるぞこれ。大半吉やんこれだから。確かに。はい、やっぱそうでしたね。吉が20個で末吉が5個と。一番最初は半吉が5個で吉が20個と。吉20個説は今のところ継続中で、ちょっとそろそろなんか夢見させてほしいな。大吉来てくれよ、ほんま。来い。おお、うわ、3番大吉来た。来た来たー。うわー、大吉や。来ましたわいなー。これは引いただけ一番嬉しい。このみくじに当たる人は、潮時発達の遅きことあれども、後おほいに幸せよし。まあ、何とか分からへんな、これ。こんな難しい。読みにくい。おみくじある？何かとか分からへんやん、これ、ほんまに。これめっちゃくちゃむずいやん。土に縁あることよし。意味分からへん。土に何の縁があるねん。急がずに身にかないたるつと、めせよ。細く長きは世の、教えなり。言ってることよく分かんないですけど、まあ、とりあえず大吉出ましたね、はい、3番。これ大吉ラッシュ来るんじゃない、これもしかして。ここ来るやろ多分、大吉ラッシュ来い。来たー、大吉や。大吉ラッシュや。これ20個とも大吉とかまだやばいかな。ないから あるかもしれんけど。大吉来い。来たー、大吉。
吉やばい、大吉ラッシュや、一番嬉しいやつや、最高やこれ、3回目の大吉一人でもう一回来い、やったー大吉や、今年クイ大吉よっしゃよ、もう5打席連続大吉、最高やな、ほんま気分ええな、ほい大吉よっしゃ最高ですね、もう一回大吉ちゃん来ました、大吉ちゃんかな、もしかして確かに大吉ちゃんかな、全部これ最高やな、大吉またまた大吉来いよ、お願いします、大吉来ました、もう何もでも弾ける大吉先生、最高やな、これこれ大吉って分かったら、ここのみくじだけ買ってな気分味わえるけど、大吉のよっしゃ大吉、はい大吉、次も次ももちろん大吉ちゃん来た、すげえ全部や、よろしく大吉、はい、お正気ちゃん、あれ5番、あこれが5個入ったやつだな、多分そうやな、やっぱ20個と5個の比率は前変わんないっぽいですね、大吉結構入っとんや、正吉もあるんか、これ末吉半吉小吉どれが一番したの、分からんな、末吉やっぱり、それが分かりにくくしてあるな、でも絶妙なとこやな、これだから誰が一番うまいか分かれへんやん、これだから適当やな、これこのおみくじ、このおみくじ絶対あかんやつやろ、もっとええおみくじ買っとればあかんやつだ、はい大吉、はい全部開け終わったんです、やっぱりね20対5でしたね、大吉20で小吉5、この20とこの比率はずっと多分変わんないっぽいですね、これ多分これ一束で、だ2種類しか入ってないやつ、これだ一束に、だから合計80種類か、ああまあそういうことだね、多分番号的に言うとおそらくあるっぽいですね、80種類の番号が、じゃあもうこれ1個ずつね見ていっても、まあ多分もう同じなんで、もう大吉ラッシュ終わったんで、一旦とりあえずこれ全部バーッと開封して集計結果、果たして大吉が何個で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 みたいなをお伝えしたいなって、あとまあどれが一番まあ運が悪いのかも、はいはいはい、ちょっとその辺もまあ調べてね、小吉末吉中吉どれが一番微妙なのか調べて最後集計をお伝えしたいと思います、1時間後に行く、ばっかりやんかこれ、キッチキチやな、ほんまキッチキチやな、はい、集計が終わりました。まあ、関西から東京にかけてね、3日越しかな。まあ、ちょっと時間、合間合間塗ってね、やったんですけども、なんとか終わりました。結構ね、細かい作業だったんでね、なんやかんや時間かかりましたね。やっぱプラス1000枚やったのと、あとこれがヨレヨレなんで、これヨレヨレっていうのが結構ね、すぐ丸まっちゃうんで、こう伸ばしたりするのも時間かかったりするんでね、大変だったんですけど、なんとか集計終わりまして、まず、運の良さですね、順番ですね。何が一番運が良くて、何が一番運が悪いのか、っていうのを一応調べました。で、その結果、一番良かった大吉。まあ、これはみんなわかりますね。その次は吉。そして小吉、半吉、末吉、末小吉という形になってました、だから末小吉が、まあ、今日の役割渡すっぽいので一番運が悪いという感じですね。で次は気になる確率ですね、果たして今日の確率、まあ、末小吉の確率はいくらなのか、大吉は何パーセントなのかっていうのはちょっと、ね、今から発表していきたいと思います。まず末小吉からですね、一番運が悪いと言われるとこですね、これが1000個中65個で 6.5% という結果でした。だからかなり低いですね、13人に1人とかの割合で低い賞みたいで、今日はなかなか出ないという感じでしたね。そしてその次、末吉、末吉の方が 16%、 これもまあ低いっちゃ低いですね、8人に1人のそれぐらいかなの割合だと思います。そしてその次、半吉、これが 8% でした。これも低いですね。その次、小吉ですね。これは下から4番目、上から3つ目ですね。小吉という名前の割には中吉とかがないんで、結構いいぐらいの賞になってます。で、これが 6.5%。これもね、かなり低い確率。その上、もう次、吉と大吉しかないんですけど、その上の吉が、大半を占めてました、これ。もう1000個中のほとんどですね。まあ確率で言うと、49.5%。だからもう2回に1回は吉っていう、無難な賞なんで、誰が引いてもあんまり嫌な気持ちにならないっていう意味も込めての多分ここなんかなと。だから2番目にいいところがもう2回に1回引けば出るわけですよ。だからおみくじ引いた方がいいんですよ。おみくじ引けばちょっと運いいですよっていう賞が大体出てくるんで、まあいやそんな、いやよっぽどなんですよ、これ。だから末小吉と引く人ってかなりそれは運が悪いという、出ないんですかね、言っても過言じゃないぐらい確率は低かったです。で最後大吉、まあ一番の目玉ですね。大吉ちなみにこれです、全部。あ結構これが全部大吉出てますね。もう1000枚中こんだけなんですよね。あ手がまで少ないかもしれない、まあ、ちょっと少ないかもしれないけど、確率の方が 13.5%。 あー、まあまあまあ10人に1人は出ると
いう割合でしたね。まあ、やっぱそこまで高くない、うん、やっぱ 20-30% あるんかなとは思ったんですけど、やっぱね大吉ちゃんとやっぱねレアリティが高かったです、うん、やっぱ大吉いたら運がいいって言っても言い過ぎじゃない。さすがにこれがね4回に1回とか出ればね、まあ、言ってもこれ別に運良くないやんかってなるんですけど、でもやっぱ9人に1人とか8人に1人の割合なんで、まあまあ運がいいっていう風に入るんじゃないかと思いますね。大吉こんな大吉まあないでしょ。どうするんですかね、これどうしようかな。財布どこかな、入れないやん。いや俺財布大きいから入れねん。財布もやばいねそれ。いやご利益か、こんなお前135万円の大吉だったらなもうとんでもないことになるじゃん。今年やばいじゃん。最近は財布がパンパンになって財布のチャック壊れる、財布が使い物にならんかもしれない。いやしまったしまった、大吉ね、最高の大吉ね、これですよ。どうですか、まあ、こんなさすが入れないですけど、まあなんか縁起も悪いわこれ。でも言うと自分でこう一回引いてこうできたわけじゃないんやから、こんな裏技使って出した大吉にこの価値なんかないわ。というわけでね、今回は、おみくじの確率を調べてみたんですが、想像よりも大吉は出にくかったという検証結果でしたね。で、あと思ったのが、基地の数の多さ。やっぱ一番間の章というか、なんかまあ無難な章だったんですけど、一応これ基地は2番目ですからね。この中で言ったら。確かに。中基地がなかったら基地ってなんやかんやねん。いいとこに入るんで、ただおみくじでそんなになんか嫌な思いさせないようにできてるのかなっていうふうには思いましたね。はい、そんな感じで、今回の動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ、Twitter、Instagram、セカンドチャンネル、ファンクラブやってますので、また見てください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。いやー、大量の大吉やなー。はいー。こんなん当てならんから、神社お参り行ってくるわ。最後にね、東京大神宮でほんまにおみくじ引いていこうかなと。今年の運勢一回も引いてないんで、おみくじ引いていきますよ。まだちょっと結果見てないですけど、いきますよ。1回100円のおみくじね。俺の運勢は末吉、末吉、吉末かな。